第10試合はオールパシフィック選手権試合、メジャーリーガーダービーマッチと題して行われます。チャンピオン山田敏夫選手にとってはこれが初防衛戦ということになりますが、井上京子選手ですね今日はね、はい。今まで井上京子選手とシングルってあんまり記憶にないですけども、ちょ、一回も勝ったことないんですよ。みんな知らないと思うんですけど、一回も勝ったことない。ローカルとか含めて。あ、そう。タッグとかでは勝ってるんですけど、シングルでは引き分けか負けてるか。じゃあ今日は初めての勝利をこの横浜アリーナで、はい、どんな試合見せてくれますか。やっぱ京子はテクニックもあるし、うん、まあ、パワーもあるんで、まあ、いかに振り回して頑張るかですね、はい、チャンピオンらしい試合を期待しておりますので、はい、頑張ってください。こちらは青コーナーチャレンジャーの井上京子選手です。オールパシフィックへの挑戦ということですが、うん、はい、そうですね、今年も横浜アリーナに女子プロが帰ってきました、うんうん、まあ、そこから始まらないと、はい、またね、このだだっ広いこの空間でね、うん、井上京子は何を出すか皆さん楽しみにしててください、うん、そして今日は必ず勝ってチャンピオンになりたいと思います、うん、今日も熱く熱く燃えるぞ。おお、本日のセミファイナルメジャーリーガーダービーマッチオールパシフィック選手権試合、60分一本勝負を行います。はじめに青コーナー挑戦者井上京子選手の入場です。試合に先立ちまして、フジテレビジョン様より両選手、レフェリーに激励の花束が贈られます。本日のセミファイナルメジャーリーガーダービーマッチオールパシフィック選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者175パウンス井上京子。赤コーナー選手権保持者150パウンス山田敏夫。レフェリー村山大地。さあ、今日のセミファイナルです。オールパシフィック選手権試合、メジャーリーガーダービーマッチと題しました。60分一本勝負、山田敏夫対井上京子、唯一全女内の対決ということで、ダービーマッチというネーミングが、ね、ついているわけですけれども、この試合はゲストに先ほど見事な貫禄の防衛戦を見せてくれました豊田真奈美選手に来ていただいています。
豊田さんよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。まあ、白いベルトをめぐるね、山田対京子、どんなところ注目してますか？いきなりそう言われて難しいですね。このベルトをかけて山田とシングルで、うん、あの大阪でやりま、ね、長い試合だったですね。長い試合だった。そうですね、自分たちはそんな全然分からなかったんですけど、うん、30分越してた。そうですね、まあ、山田は自分と戦って取ったんだから、今日はぜひやっぱり、うん、勝ってください、はい、防衛してほしいっていうのもありますし、うん、でもシングルの力だと井上京子選手ね、やっぱり五分のもんっていう感じがしますけどね。そうです、パワーがありますからね、やっぱり。いやー、すごい、そのパワーが、パワーって言った途端ね、爆発しましたけどね。あれだから、あれだけの体があれば、あの当たってて体の厚み感じますか？そうですね、やっぱり大きいから、うん、結構自分たちは体重軽い方だから、はあはあ、お技とかも軽く見えちゃいます。これはやるんだろう。あ、グレートムタバリか、一番最後向こうの方まで来ました、来ましたね。ランニングラリアットですか、これは。相当遠いですよ、これ。100メートルラリアットですか、これ。 あんなとこまで行って、あ、すごい。さあ、走ってきた、走ってきた山田、危ない。山田が5メーターぐらい吹っ飛びました、今。長い入場ランプがあったと、もうその時は思ったら考えたんじゃないですか、ね、本当に。何をやるの？なんと、場外で、あんなところで、これは反則に近いぞ。この広さがあればできるなと、もう考えてます、見てたんじゃないですか。いろいろ考えてますね。そんな人と同じことやらないですよね、この人だったら。もうリングの周りだけじゃなくて、会場全体をね。特に今日この横浜に新しい技も落ちてきたレスラーがいっぱいいます。はい、そうですか。南さんとか、まあ、LN 生とか、プラムもね、なんかこれは見たことないぞっていう。コペレベルさ、うん、なんか勢い余ってますね、京子。また仕掛けがいきなりでしたから、試合開始と同時にドロップキック行きましたよね、後ろから、むちゃくちゃ乗ってますよね。あのコールの時にはもう勢い余って、あの対角線走り抜けちゃった感じなんですけど、足はこれそういう風にはまんないだろうっていうような感じ。おっと、これでぐるっと回転して、あー、すごい。これまたオリジナルっていう感じですよね。今のとこやっぱ京子のペースになってますね。なってますね。まあ、試合前に2人にいろいろ聞いてきたんですけど、私は解説やるということで。おー、なるほど。で、京子はやっぱり山田のことはこれでホール取れるなと思ってもすごいスタミナがあるから、うん、ホール取れないところとかいっぱいあるんで、今日はまあバッチリ、ね、ホール取れるまで攻め込みますとか言ってましたけど、まあ、山田の方は京子にみんなあまりよく知らないと思うんですけど、うん、京子に大場所でシングルで上がって1回も勝ったことがないそうなんですよ。あ、そうですか。京子の方が勝率いいんですね、じゃあ。そうなんですよね、シングルで当たると。しますけれどもね、はい、だから今日はそういうジンクスを破るために頑張りますって言ってましたけど、なんか、はい、パワーが違うなって、パワーではね、今もう山田が飛びましたもんね。山田選手はやっぱまず立ち位置で蹴ることから始めないと、うん、そうですね、まだ全然何も出てないから、まだここまで寝かされたら蹴られないですよね。防戦一方、そうです、京子のペースにはまっちゃったらなかなかあれなんですね。なかなか出てこないですね、うん、京子はやはりこのペースのまま最後までダーッといっちゃおうっていうね、行くつもりなんでしょうね、つもりでしょうね。さあ、ロメロスペシャル釣り天井であります、高々とリング中央。うわ、確実に技ちゃんとしてやってきますね、京子選手、さすがに。足のフックも完璧に決まっています。グイグイと締め上げるが、まだ外れません。うわ、すごい、一枚一枚剥がしてきますね。さあ、グイグイと序盤戦スタミナを奪っていこうという井上京子。後頭部へ、で顔も下をぶつけるということなんですね。ロープに振って、
何があるか。あ、山田がやっと決めてペースを取り戻すか。あ、蹴った、背中へのキック。まずこういうところからですよね、反撃は。そうですね、さあここで初めて、この試合初めて山田の攻め込むシーンを見るわけでありますけれども、山田指とか怪我してるとかそういうことなんですか。ああ、指いっぱいテーピング巻いてますよね、結構突き指とかそういうのあるでしょう。試合で結構やってるみたい で指って治らないんですよ、1個やっちゃうと。結構時間が経たないと治らないんで、はい、でどん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 試合やってる分には治らないと。そうなんですよね。さあしかし山田の今のフロントスープレックスも非常にキレがありました。まあ、コンディショニングに関しては京子も山田もまずまずというか、体のキレという意味ではね、非常にいい感じがしますけれども、さあこの後どんな展開を見せるんでしょうか。今日の第10試合になります。今日は5つのタイトルマッチが組まれて、そして今日これがオールパシフィック最後のタイトルマッチということになりました。チャンピオン山田敏夫の防衛か、それとも井上京子がタイトルを奪取することができるのか。さあスリーパーホールド、この辺もパワーがあります井上京子、比較的楽にロープエスケープ。いや今山田読んでましたよね、京子の一度ね、あの技食らってますね、トペレベル差を完全に読んでいました。もう一度ロープに振って、今度はなんだ、サイドバスターか。いや京子が強引に持ち上げて、ものすごいパワーサッポー、パワーファイターですね、珍しいですよね、すごい力ですよね、力持ち、持ち上げて落としちゃうんだもすぐに、無理な体勢でも相当。そうですね、いや今日このパワーボードのも比較的珍しい感じがしましたが、さあそしてポンポンと来てダイビングエルボー、的確であります、美しいですね、フォーム、はい、カウント危ない。おっと早いですね、仕掛けが早いですね、早いですよ仕掛けが、ナイアガラドライバー、ナイアガラドライバーか。あー、まだやっぱりねスタミナ残ってます山田。おっと今度は1点、山田が見えを切って、ね、2、3発やるんじゃないですかこれで。来ますでしょう、さあ4方向飛んでダイビングの延髄、カウント2、おお京子も本当絶好調って感じがしますけれども、あれだけやられていてね、トップロープに登ったところダブルチョップ、一回転してのスピンしてのレッグラリアト気味に顔面捉えました。カウントアップ、今度はやらないんでしょう、もうねブレーンキックとかね、ダイビングブレーンキックね、早いですね今日ね、仕掛け早いっていうか、ね、勝負を急いじゃってるっていうか、そうですね、まあやはり、あ、すごい、おーすごい、あーすごい早かったですね、早かった、びっくりした、掴んでもいないのに投げた、そうですね、ちょっとねコメントに商談するみたいなね言えなかったんですけれども、でも一瞬で判断したのかもしれないです、それは。いや、びっくりしましたよ、相手がトップロープいるのにね、ポンポンポーンと自分で登ってのフロントスープレックス、そして危ない危ない、まさか場外へ投げてしまうなんて、場外に投げちゃったら危ない、この辺はパワーファイター井上京子、あー起点を引かしていい攻撃に出た山田、さあ場外、山田良かったですね、さあこの入場のこの通路は比較的広いスペースになっています。あーバックドロップ危ない、デンジャラスです、バックドロップですか、マットないですよね、下全然もう硬いとこですよ、
うわえげつない攻めで、まあ、山田らしいといえば山田らしいかもしれないですね。あ、京子これご覧の表情ちょっとどう、あ、これは脳震盪を起こしているのか。あ、京子が完全にノックダウン状態だぞ。おっとちょっと打ちどころ悪かったか。ご覧のあっと京子大丈夫か。完全に大の字、ピクリともしない、ピクリともしない、ピクリともしない。いや、山田がね、カウントダウンはねえだろうということで、カウントアウトはないだろうということで、なんとリング上に戻ってきましたけれども、あ、それにしても京子完全にグロッキー。こんな井上京子は久しぶりに見ましたけども、なんとそれを、あーすごい、あー危険だ、危ない、うっ、これはレスラーの本能以外の何もんでもないんでしょうね、これね。カウント2つ聞いたら、普通山田選手のバックドロップって速いんだけど、フォームってそんなに美しくないじゃないですか。でも今のはなんか頭からね、完全に高角度に決まりましたよね。おお、京子は生き返った。うわ、あ、気が狂う、何か生まれ変わってしまったのか。さっきまでのあの、あ、しかしアタック、うわ、高角度バックドロップ、まだ一回へそだけ、危ない、すごい、このすごいバックドロップ、体が逆さになって落ちてますね。すごいですね、あまりにもデンジャラスです。うわー、すごい。でも投げるたんびに顔つきが山田が、あの山田らしい顔になってきてる。そうですね、なんかね、こういう人なんですね、きっと。いやー、これも井上京吾カウント2で返した。いや、それにしてもね、山田のバックドロップの構成もこれはお見事という感じですけれども、京子も一体どういうスタミナか。でも気がついたら山田選手の方が持ち技全部出しちゃったとかね。あー、なるほど、すでに残り少なくなってきてますから、手が詰まってくるというね。まあもちろんリバースのゴリスペシャル、まだまだリバースゴリスペシャル、わかんないですよ、まだ新しいことも考えてるかもしれない、ね、今日に備えて。これもどうしてもやりたいんですね、これ。リバースのゴリースペシャルか。リバースのゴリースペシャル、しかしこれは京子が返して、おっ、あ、すごい、こういう感じで、ラーマヒストラル、メキシコの横回転エビ固め、ラーマヒストラル、そうですよね、なんとかけに代々伝わる必殺技、あ、そしてラリアットで切り返していった。今の相当強烈ですね、また井上京子選手、ああいう走り込んでのラリアットでホール取る時ありますよね。はい、ありますね。全体重かぶせていきますからね。これでありますけれども、ああ、これをかわしてドラゴン、ドラゴンスープレックスアブライ、さあ一転してスルリングな展開になってきた。それでもいきますか。さあリバースのゴリースペシャル、やっぱ重いんすかね、京子ね。うわ、ぐちゃぐちゃになりながらのジャーマン投げっぱなし。さあもう一度、今度は何があるのか。ああ、ナイアガラですか。ああ、このまま何かネックブリーカーの形で、あ、それでも立つ、うわ、ナイアガラ、ああ、もう今度も崩れた。お、飛びつきのジャックナイフはカウント危ない、うん、そろそろどうなるか分かんなくなってきましたね、うん、お互いね、リバースのゴリ、でも18番出てないですから、ね、はい、ああ、距離が十分にあればね、ドロップキックとかそういうふうになったんですけど、きっと、まあ、しかしうまくショルダータックルでね、切り返しました。こんだけヘトヘトになってるのロープに乗れるってだけでもすごいですよ。あ、なるほど、いや、もう
ものすごい運動してたからな、この人ね。京子選手のミサイルキックはみんなと違いますね。横にね、横出しちょっとこう男子風のドロップキックですよね。蹴ることよりも重さで当たるということを重視しているような、うん、はい。さあ、そしてナイアガラドライバーか。あーリバース、しかし、あー、うまく山田がなかなかね、得意技やらせてくれませんよね。あー、そしてこのあー、ライアット危ない。決まんないな。もうお互いに無尽蔵のスタミナ、そしてお互い数えきれないほどの必殺技を持っている。あー、ナイアガラドライバー、久しぶりに完全キー。あー、でもカバーできない、ホールに行けない、ホールに行けない。あー、このまんまホールの対戦に持っていければね、井上京子タイトル奪取かというシーンだったんですけれども、さあカウント。あー、ちょっと時間かかっちゃったね。これで決まらないんじゃちょっとっていう。京子もね、厳しいですよ。おっと、今度は何ですか、何ですか。足を固めて、フェイスロックなんですか、何なんですか。フェイスロック、あ、フェイスロック、あら、今、ギブアップ、ギブアップですよ。16秒、いや、今の技なんでしょう。こっちからよく見えなかったですよね。足逃げる、足はとにかく足ロックして、複雑にロックしてましたが、顔だけフェイスロック。まあ両足決めての SDS と FTS というかあるんですね。やはりあの、両選手ともに得意技をどん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 出してきましたから、まだ使ってないもの1個多めに持ってた井上が今日のところは勝った。そうですね、考えてますね、いろいろ。いや、それにしても今場内ちょっと一瞬ね、あれで決まるかなっていう、決まったのっていうね、雰囲気で何かこうあっきり取られたような、そんな一瞬空白があったんですけれども、いやでも山田のギブアップなんてのはなかなかあんま見たことないですけども。そうですね、よっぽどすごい、全くこう、まあ、食らったこともないような関節技というのは全く免疫がありませんから、それだけ効いてしまったんでしょう。サードロープでうなだられるのは山田敏夫チャンピオン、そして見事タイトル奪取した井上京子も今バッタリと力尽きたように倒れてしまいました。山田はちょっと納得がいかないというね、部分もあったかもしれませんけれども、今がっちりと握手。しかし、まあ両者ここまでの見事なファイトにね、山田もこれだけ全部出し尽くし納得いったような感じですね。そんな感じですね、意外な感じさえしますよね。はい、まあでも、井上京子恐るべしって感じだったんじゃないですか。それで、そうですね、山田選手でさえ認めざるを得ないっていうか、井上京子殿、まあこれでまた取り返したりするっていうのがあるんで、はい、そうですね。まあそうしますと、トヨタさんがまたね、白いベルトに挑戦して、この京子とシングルマッチっていうのもまたこれは面白そうだなという気がしますけれども、ここに認定賞とチャンピオンベルトを振り、太っててあれ負けないんじゃないの。一番あの端っこを一生懸命やってますけども、そうですね、剥がれて名誉会長、今まで白いベルトって北斗とか山田とかね、細身の人多かったから、私も取ったことあるんですよ。あ、ですよね。失礼しました。黒い水着に白いベルトだったんですね。ねえ、そうです、そうです。続きまして、フジテレビ放送により消費者投票並びに目録が送られます。まあそれにしても今まであんまりこうタイトルに縁がなかった井上京子、そうですね、結構これは嬉しいんじゃないですか。シングルナンバー2のベルトですよね。そうですね。いや、今雄たけびを上げて嬉しさをタイトルで表す井上京子、今高々と右手が掲げられました。嬉しい嬉しい、白いベルトタイトル出しであります。
この京子の表情、本当によくやりました。豊田さん、ぜひね、今度は紫のベルトと白いベルトでダブルタイトルマッチの中でやってくださいよ。そうですね、できればいいですね。勝利者賞は全日本女子プロレス顧問西銘和夫様よりベルファン化粧品、高級化粧品セット、京子になる化粧品っていうのもなんかでも使うのは使うんじゃないですか。はい、まあ女の子ですからね。まあ今回は本当にね、副賞が豊富でいいですね。そうですね、すごいですね。さあということで、今日の第10試合セミナール、セミファイナルでしたけれども、オールパシフィック選手権試合メジャーリーガーダービーマッチはタイトル移動劇、チャレンジャーの井上京子がオールパシフィックの白いベルトを奪取した一戦でありました。涙の新チャンピオン、インタビュールームに帰ってまいりました。おめでとうございました。いやー、白いベルト取り返しましたね。はい、リング上で泣く井上京子選手っていうのはいつなんだろうっていうか、ベルト戻ってくるまですごい長かったんで、ずっと勝てない勝てないばっかりだったんで、はい、1年以上話してたベルトの重みはどうですか。すごい重いです、はいはい、去年はいろいろ伸び悩みとかいろんなこと言われましたけど、いや自分ではそういうつもりはないんですけど、ただ勝てないだけで、はい、でもいい勲章ができて、今年はまた強行一段とレベルアップという感じがするじゃないですか。はい、はい、なんかこう力強い一言を最後聞かせてくださいよ。あとトヨタさんが持ってるベルトを取って、うん、今年中に2冠になって、で、アズ様の持ってるベルトに挑戦したいと思ってます。そうですか、はい、期待してます、はい、おめでとうございました、はい、ありがとうございました。結構さっぱりした顔してますね。内容には満足いってるんですか。いや、満足は全然いってないよ。最近ちょっと不調で、まあ負けたから言うのもないんですけど、分かっててもそうなんですけど、まあ、なんか思うように体が動かなくて調整してたんですけど、まあ、うまく調整できなかったみたいな感じだったので、京子攻め込んで、まあ、ナイアガラロープを出して、まあ、返してたんで、ちょっと一安心しちゃったっていうと、まあ、気に入っちゃいけないって、気に入ったってないんですけど、ちょっとした隙間、京子ああいうギバップ技ですか、あるのを忘れてたというか。京子に一回も勝ったことないんですよ、シングルで。タッグではホール取ったことあるんですけど、シングルで本当ジャパングランプリでも引き分けとか負けとかで、まあ、ローカルでも一回も勝ったことなくて、今日はもう何度目の正直とかも何度もやってるんですけど、ベルトもかかってるし絶対負けられないと思ったんですけど負けちゃいました。